2023年という年は、ジャニーズ事務所の性加害問題の影響によって、所属タレントもファンも大きく傷つく年になってしまったことは間違いありません。ただ、その2023年の最後の日である12月31日に、スノーマンをはじめとした所属タレントの方々が新しい挑戦に取り組み、こうした新しい記録更新の快挙を達成できた意味は決して小さくないと言えます。スノーマンのライブ配信の最後にも、 メンバーがファンに向けて様々な思いを吐露していた中で、目黒蓮さんがこのライブをやろうと思った思いとして、僕たちを必要としていない人たちもいるのは当たり前。それだったら僕たちを心の底から見たいと思っている皆さんのために感謝を伝えるステージにできたらいいなと思った。来年は僕たちも悔いのないように生きて、僕たちを見たいと思っている皆さんをできるだけ笑顔にできるような年にしたい、と話されていたのが非常に印象的でした。 メグロレンさんは、この年末ライブが決まったタイミングでもインスタグラムで、絶対後悔させないよ俺らを正解にすると発言したことが波紋を呼びましたが、ファンが自分たちを応援し続けることを選んだことを間違った結果にしないという趣旨だったんだと思われます。